草壁正樹は TBS テレビに所属する日本のジャーナリスト、ニュースキャスター、報道記者、元アナウンサー。神奈川県小田原市出身。早稲田大学法学部卒業。1983年、大学時代に映画、戦場のメリークリスマスに出演。1985年4月、TBS に入社。一般職で採用され、アナウンサーに配属、ニュース。 報道系アナウンサーとして活動。アナウンサー時代にはクイズ番組の司会ザベスト展も希望していた。政治部記者を経て海外特派員として JNN 香港支局及び JNN 北京支局の支局長を歴任し、帰国後は報道局外信部デスクなどを担当した後 JNN ソウル支局長に就任した。2010年9月15日。 報道局報道番組部担当部長に就任。同年10月より報道特集の総合司会者としてレギュラー出演し、同番組内でニュースキャスターも担当。2012年7月1日、報道局報道番組部スペシャリスト部長に就任した。2021年2月27日、報道特集のメインニュースキャスターを皆川玲奈アナウンサーに譲り、 フィールドキャスターとして続投する。それでも年の瀬は、草壁正木ブログ、TBS ブログ、TBS、2014年11月24日、閲覧。3放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、239ページ。1985.42人入社。 草壁正樹下村健一 TBS アナウンサーの動き TBS50 年史付属資料ハイブリッド検索編東京放送東京放送2002年1月29ページ85.42人入社草壁正樹下村健一ハット ABCTBS アナウンサーの動き TBS50 年史付属資料ハイブリッド検索編東京放送 東京放送、2002年1月、29ページ。草壁正樹、ニュース、報道系 TV、おはようニューススポーツ、ハット AB、3放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、239ページ。草壁正樹、報道系 TV、おはようニューススポーツ。 企画保存版 TV、アナウンサーキャスター365人大集合。ニュース報道番組編、週刊読売イコールザ読売ウィークリー第44巻、第42号、読売新聞社、1985年10月13日、139ページ。クイズの司会や、ザベスト展も、希望と記述。文化通信放送ニュース2010年9月16日付。 日本経済新聞電子版人事欄2012年7月2日18時41分配信ありがとうございます。